今日が何の日か知ってるか？そう、俺様の誕生日だ。全力で祝え。ゼン、今日誕生日なんだろ。今日の夕飯、チャーシュー麺らしいぞ。ゼン、誕生日おめでとな。よっしゃ、バースデーサッカー勝負しようぜ。伊勢や、自分の生まれた日くらい落ち着いて過ごせないのか。ゼン、今日誕生日なんだろ。よし、どっか遊びに出かけっか。伊勢や、誕生日だってな。お前はそのままちょっとず盲信していくのがいい。ゼンちゃん、スーパーハピバー。これからも全開バリバリでいっちゃおう。誕生日おめでとう、ゼン。プレゼントか？うまいもんでも食い行くか。ゼン、たおめー、いつもうるさいゼンだけど、そのままのゼンでいいよ。ゼン、今日は誕生日なんだね。今年もゼンの活躍楽しみにしているよ。ちょっと伊勢や、一つ年取ったんだからもっと落ち着いてくれない？あ、誕生日のゼンだ。クラッカー鳴らす？鳴らす？誕生日だからなんだ、伊勢や。騒ぐ前にやるべきことをしろ。ゼン、今のバースデーソング音程が外れすぎだ。歌い直せ。伊勢谷くん、お誕生日おめでとう。僕もサッカーしてみたいな。ゼンくん、今日お誕生日なんだね。安眠のおまじないかけておくよ。ゼン、誕生日おめでとう。ゼンの勇敢さには学ぶことが多いよ。ありがとう。伊勢谷は今日誕生日なのか。おめでとう。また歌のレッスン一緒にやろう。